ミニ四駆を作ります。今、第4時間経ったところなんですけれども、こんな感じですね。今僕が作ってるのは、ビークスパイダーを素組みしてですね、今改造をしております。ちょっとまだあれなんですけど、フレームなどをつけて遊んでますので、もしよかったら皆さん楽しんでいってください。どうも。よろしく。ビークスパイダー作ります。はい、ワード2。カメさん、風船ありがとう。じゃあ、行きますか。やりましょう。かっこいいですね。我ながら、いいマシンに仕上がっている気がします。はい、風船プレゼントありがとう。楽しいんですね。はい、しのぶちん、こんばんは。はい、のんさんはどっつ？パーツがやばいね。これ永遠とできるね、この作業。やばい。中毒性がやばいっすよ、ほんとに。おい、ポニスケさんいらっしゃい。楽しんでいってください。すごいことになってきたな、だんだん。で、今こいつがこうなって、ピークスパイダーがこうなると、かっこいいんじゃないかな。いいんじゃないこれ。どうよ、やばくないこのかっこよさ。うん、どう？いいよね。悪くないよね。いいんじゃない？いいんじゃないかな。ありだと思います。かっこいいよね。ちょっとね、後ろのタイヤでかくしちゃったんで、ここ削らないといけないんですけど、あ、この部分ね。後でそれはやろうかなと思って。いや、肉抜きしないとはまらない。ブレーキになっちゃってる。後ろのリア、ん？フロントか？リアか。リアのタイヤか。懐かしいよね。今、改造を施している最中でございます。楽しんでってください。ファイターマグナム FZ。アバーガーさん、ありがとう。ああ、大変ね。でも。本当に大変ですね。骨の折れる作業です。
なかなかでもいいマシンができてきたね。これハマるな、この作業。これハマっちゃうよね。なんか楽しい。ひたすら楽しい。これ作ったやつ天才だよ本当に。デザインしたやつ。なんかさっきコメントであったよ、あのデザインしてました。塗装はね、筆でアクリル絵の具で絵を描こうかなと思って、絵っていうか模様を描いていこうかなと思ってますね。ラッカーで塗ってもいいんだけど、そこはなんかちょっとアートっぽくしようかなと。まがまがしい感じをイメージしてこう作れたらいいなと思ってますね。もちろんあのシャーシにも色を塗ろうと思ってるんですけど、いやー楽しいよ。あやはいくらぐらいかけたの？一個作んのに。今回1万5000円かけたよ、 T シャツ込みで。パーツ、これだけど無限に遊べるね。答えが出ねえ。無限に答え、永遠と答え出ねえよ。あ、じゃあ多分1万超えてるだろうね。これは当たりだよな、ここ。カシャカシャ動くやつ。これは、かっこいい。あー、リスワン戦争ね、もう、見苦しいよね。もう、見苦しいよ、ほんと。あのね、ダサい。どんと構えてやりなさいよっていう。ああ、もう、まあ、月末だからな。もう、パイの奪い合いだからな。うなちゃんまんまだ撮ってない。うなちゃんまん、サメ島、セキシンゴ撮ってる。うなちゃんまんと、サメ島さんと、あと誰だ？便所さん撮ってる。まあね、最近撮りづらくなってきたんだよ。T シャツは2200円でしたね。ミズニャン、うなちゃんまん、香川。あー、これ戦争だな。大手が一挙崩れるね。ダッシュ4クロ世代だからミニ4クは熱い。あー、ありがとうございます。ぜひもしよかったらフォローしてください。ちょっと子供の心を取り戻そうということで、なんかいろいろやってますね。僕が今作ってるのはですね、ビークスパイダーというモデルですね。ビークスパイダーです。デザインがかっこいい。フルカウルでね、すごいかっこいいんですけど、特に今回はあの、なんだろう、電池とかさ、モーターいじっちゃえば速くなるのはもう分かってることなんで、それは最後にやろうと。で、今回のテーマはかっこいい、子供がこんなマシン欲しいっていうのを作ろうっていう感じでやっております。僕自身も初心者なんで全然分かんないんで、見た目から入ろうと。やっぱね、見た目から入るの大事ですからね。そうそう、早さ競うとね、わけわかんなくなっちゃうから、戦争が起こるからね、戦争が。俺の方が早いっつってね、争い事が始まっちゃうんで、俺の村の方が偉いとかね、俺の村の方が強いとかね、こういうのを避けるためにラブ&ピースの精神でいきますんで、よろしくお願いします。お腹、ステーキ食った。大丈夫よ。はい、見える、お帰り。
あ、ダッシュ4クロ。ブーハーそんな年なんだ。俺はレッツエンド4だからちょっと世代違うか。パーツやマシン入れるボックス買うようになったらもうキリがない。あ、これのことですか。これのことでしょうか。これのことでしょうか。もう1万5000円かけてますから、はい、今日パチンコで4万円負けて1万5000円使ってますから、はい、気合入ってますよ。捨て身ですよ、捨て身。買ってますよ、もちろん。しかもいいやつ買ってるからね。1800円の方じゃない、2200円の方だから。ステーキまずかったんだよね。しかもなんか新橋の格安ステーキみたいな1100円で 300g のステーキだったんだけど、米がまずくて切れそうだったよね。米が、小米を使ってる飲食店で小米使うやつは気が知れないんだよ。米はうまいの作ったらおかずな、おかずはそこそこでいいんだよ。米がまずい飲食店、ほんと殺意湧くんだよな。モンにステーキ食べさせてあげて。あの、まあ、食わせてるんだけどね、俺ちゃんと。食わせてないみたいになってるからね。ちゃんと飯与えてるんだけどな、モンに。まいったね。さて、行きますか。またパチンコしてんのか。結構行ってるかな、最近。プラマイゼロになっちゃったよ。てか、勝ってたのに。やるもんじゃねえな、パチンコなんかな。こうだ。米、っていうか、米が基本じゃん、日本人って。で、米をまずくする理由がわかんないんだよね。そんな高いもんじゃないのに。米がうまくないとさ、すべての食材が台無しになるから、米に命かけるぐらいで飲食店はいいと思ってるんだよね。おかずはそこそこでいい。米がうまいとね、やっぱ通うんだよね。米に命かけない飲食店の経営者は俺は合わないね。話ができないよ。君と話すことは何もないって。そんな気持ちわかるでしょ。じゃあ取り付けます。いや、米っすよ。米うまいとおかずそこそこでも食えるからね。だからせっかくステーキハウスなのに米が小米でボソボソしてたらさ、タイ米みたいなの出されたらさ、マジかってなるんだよね。そう、米水だよね。米水。海外じゃねえんだからっていう。しっかりしてほしいんだけどね。あー、景気悪いのかな。そこはね、コスト削らないでほしいところなんだよね。めちゃくちゃ太ってるから今。やめてもらっていいですか、そういうの。めちゃめちゃデブってるから。腹やばいことになってるから。さあ、なんか運動もしないし、のんちゃんは。栄養、なんかメロンパン1個でどうにかしようとしたり、麦茶しか飲まないとか言い始めるから大変なんだよ。飯を食わせないといけない。俺と同じ量食ってたからな。それは激太りしたの。それはな。意外と早かったな。もう終わったわ。うん、全部で1万5000円です。1万4000円か。T シャツとボックスとか込みで。工具とか入れると1万5000円ぐらいかな。会計でびっくりしたもんね、俺。てかね、アルミの、なんか、
その、なんつうの、回転するやつなんだ。あれが高えんだわ、異常に。びっくりする。アルミパーツが高い。もともとだって出会った頃30何キロだからね。パーツが高いね。だからこう、ボディを安く売って、そこ、パーツで儲けるっていう、多分ビジネスモデルなんだと思う。だってさ、ミニ四駆1個がさ、600円ぐらいで売ってんのにさ、アルミのコロコロがさ、500円とか600円とか、高いやつ700円すんだよ。ボディ変えちゃうかんね。うん、だから改造してもらって初めて、そう、大人が改造して初めて採算が合うようになってんじゃないかな。ハマればハマるほど。だって1万5000円って相当、1万円ぐらいかかるんだぜ。相当でしょ。アルミパーツ高いね。カーボンとか、いろんなのあったけど。でも、やっぱね、改造したくなるもんね。子供の頃改造しなかったけど、大人になったら金かけるよね。よいしょ。OK。はい。できました。今こんな感じです。よいしょ。ちょっと待ってね。あれ、はまんなくなった。今こんな感じでございます。やばい、かっこよくない？いいね。いいんじゃない？もうちょっと勝ち上げたいけどね、ここね。ここはバーンって高くしたいけど。どうなんだろうな。こんな感じでどうでしょうって感じだね、俺は。かっけえな。うん。いいね。うん。いいですね。いいですね、いいですね。いいですな。かっこいいな、これな。ああ消耗部品あるでしょ？電池とか、あとタイヤとか。結構あるよ。うん。まあまああるね。例えば、このね、このさ、赤いネジだけでいくらすると思う？ 5 個。この赤いネジ。これでさ、323円だよ。この赤いネジだけで。やばいよね。絶対これよりもこっちの方が高いでしょっていう。だからもうネジビジネスですよ。ネジビジネス。ネジ売ったろっつって。あれも衝撃に強いんだ。いや、ぼったくりだとは思わないけど。こだわろうとすると高くつくっていう。よし。まあ、ここまでできたと。で、あとはこいつね。もう一個ある。もう完成が近づいてきましたね。完成近いっすよ。もう見えてきたかな。いや、ネジ赤くするだけで300円って高いよね。でもまあ、ネジが赤いとやっぱね、キッズ開けーってなるからね。やっぱ値段でね、金で物を言わせていきたいからね、俺は。うん、いや、金だよっていう、金稼ぐんやでーって、火星でこうぜーって、あ、なるほど、ほうほうほう、こういうのは、なるほどなるほど、人件費の方が高い、中国人でしょ多分、こうやってやるの、ほうほうほう、なるほど、うまいことできた、うん。こいつをバラバラにする作業やろうかな。よし。まさかニッパー買ったのに、ニッパーが後半戦で出てくると思わなかったかな。あれ、ニッパーどこ行った？あれ、ニッパーがないから始まったのにね、ニッパー出てくるっていうね。で、ニッパーがないっていうね。あったあった。
ノーマルだと全部プラスチックだけど、アルミの、例えば、まあ、これは一番買いだなと思ったらこれなんだけど、これ300円ぐらいでね、こうコーナーにぶつかるわけですよ。ここに丸いポールがつくんだけど、そうするとクッションになるっていう、サスペンションみたいな。これ300円ぐらいだったね、アルミだけど。高いのがどういうのかっていうと、ベアリング、例えばなんだけど、こういうベアリング、2個で510円ベアリング。そのプラスチックなんだけど、普通は。このベアリング、要はもうカラ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 ーって、もうカラカラーって回るやつ。これが高かったね。2個で500円とかザラに、うん。新しいドラクエは買う気はしないかな、もう。なんか、新しくないよね。なんか、その、ドラクエを今やるっていうことが。だったらドラクエ古いやつやりたいって感じかな。正直言う。今ドラクエやっててもなんかこう、本当にドラクエ好きなの？っていうさ、本当にやりたいの？っていう感じはあるよね。あ、しかもこれタミヤ製のニッパーやっぱいいわ。切れ味が全然違う、100均のと。タミヤ製のニッパーなんですよ、僕の家のニッパーは。高いやつだけあって切れ味と、やっぱサクッといくね。T シャツは必要でしょう、どう考えても。大人になったらこれ着て作らないとダメでしょ。マナー違反でしょ。これは子供の頃から思ってたよ。あ、俺子供だから許されてるけど、本来はこれを着て作らないと、こう、なんか、恥ずかしい家庭に育ったみたいな。マナーを知らない家庭に育ったみたいになるでしょ。まあまあ、今ゴールデンタイムだからね。それは、まあこんな感じで。いや、まあいいじゃん。でも普通に今日楽しいけどね。花火も飛ばないし、閲覧も少ないけど。これは結構ありな配信。配信つうかまあ、普通に楽しいね。何かを作るっていうのは。たまにはこういうのも、なんか、久々息抜きができてるっつうか。うん。これは楽しいね。正直。これデザイン変わってないでしょ、王道だよね。これ着ないと始まらない部分あるよね。ゴールデンボンバーが着てるんだっけ、これ。あざといよね。作る気はないかな。さすがにかさばるし、部屋の中にコースなんか置けないしね。だからまあ施設、その新橋のタミヤショップにコースがあるから、領収書持ってって3000円以上買い物すると年間パスポートもらえるらしいから、それで利用しようかなとは思ってるけどね。延長します。
トンネルがあって、歩道のトンネルが、そこで成田ではみんなでやってたかな、トンネルでやってましたね、僕らは。難しい問題にぶち当たったな。なるほど。はい、よろずさんいらっしゃい。なるほど。こいつをつけてしまったことによってつけらんなくなってんのか。なるほどね。あー、なるほど。こことここに当たるわけでしょ。なるほど。わかった。ならそうしよう。女の人、まあ、確かにコメントそんなないかな。無理だな、これ。無理だな。無理だな。1グラムで変わるっていうよね。
ハイマーアタックとか重心とかバランスとか全部変わるんでしょう、多分。そういう世界なんでしょう。難しいなあこれ。ピッタシカンカンじゃねえんだよな。こいつをかませたってことは無理なのかな。前にね、なるほど、その手もあるよね。ブロッケンギガント、ブロッケンジュニアじゃなかったっけ、ブロッケンギガントだっけ、ブロッケンジュ G ってやつでしょ。GR か、ブロッケンギガントか。入らねえな、やっぱ規格が違うのか。あ、無理だ。本当の車のデザインしてんの。ブロッケンジュニア改造する改造する改造するうん、そうだね、改造する改造する改造するっていう世界だよ、ね。うん、終わりなき旅だよ。ここにこうかましたかったんだけどな。もう一回行ってみようかな。違うんだな多分。いや、ただ素組みしただけっすね。うん、ただ素組みをしてただけですね。
うん。こうなったら遊ぼうかな。決めた、遊ぼう。遊びに走ります。ありがとうございます。一番面白いかどうかは主観だと思うんで何とも言えないんですけど、そう言っていただけると嬉しいです。あのさ、人数気にするの？リスナーさんって。リスナーさんが人数気にするの俺よくわかんないんだけどさ、配信者が人数気にするならわかるんだけど、減ったり増えたりってどうなの？気になるもんなの？だってこれタモリクラブみたいなもんでしょ。数字取れない番組でしょ完全に。ゴールデンタイムでさ、めちゃめちゃイケてるとタモリクラブぶつけてるの？ねえ。ねえ。ゴールデンタイムでめちゃめちゃイケてるとかさ、やってるんだよ。で、タモリクラブ流しちゃってんの。取れると思う？もっと冷静になろうよ。うん。気にしたら負けだよ。あー、これ一回外さないといけないパターンかな。ここに組むんだったら、あと引っかかるんだよね、これがね。これがこうやってこれ引っかかるんだよね、これ。これなんで引っかかる？肩凝るね、ちょっとね。ここにかませたいんだけど、あー失敗したな。どうすっかな。これはもう、これせっかく買ったのよ。ワイドバーつくみたい。確かんかん見つけた。ここだ。こういうことか。あ、見つけた。あ、見つけた。うん、見つけた見つけた。多分これだ。なるほど。確かんかんでしょこれ。そういうことね。これは見つけるの大変だわ。これは見つからんよ、なかなか。ん？あれ違うの？ビッタシカンガンじゃないのこれ。違うのかよ。マジか。無理やり組んでみようか。無理っぽいな。無理やり行ってみっか。
あ、行きたいな、これ。これは行きたい。あ、無理だ。無理か。壊れっか。壊れるのか。壊れちゃうかな。サーフィンか。サーフィン板持ってないしな。あー、ダメだ。するね。手、無理か。無理だな、うん、無理だな、やめようか。無理だな、これ重心が低くなりすぎてるか。もったいない、残念。やっぱパーツを買わないとダメなようにできてるね。うまいね、これね。うまいね。フレーム変えと。なるほど。そういう感じね。微妙にうまく作ってんな、これ。いた？マジで？でも俺車もないしさ。サーフィンでも興味ありますよ、僕。やってみたいっすね。やってみたいっちゃ見たいけど、機材がないのと移動手段が厳しいっていう。なんか板2つあってとかで、車で迎えに来てくれてってやってくれるなら、江ノ島行けばいいの俺が。やろう。いや、なんか機材貸してくれんのはやりたいかな。うん。でも、なんか江ノ島ってさ、波なくない？俺千葉の海に慣れてるから、全然、なんで、その神奈川ってサーファーいるんだけど、波いいような気がしないんだよね。やったこと2回あるよ。ロングボードなら2回だけ乗れたかな、波に。来たよ。ハマったよ。喋ってたら。来た、これ。ただ、擦れる可能性があるかな。さあ、どうだ。ギリギリー！うわ、ギリギリ、え？無理じゃん。ああ、どうしよっかな。あ、いける。どうすっか。行こう。一回バラします。え、やろうやろう。じゃあ、うん、じゃあ LINE に連絡ください。よろずさん、僕の LINE プロフィールに URL 載ってるんで、 URL クリックするとスマホで LINE に飛ぶんで、僕の LINE に、よろずでーすって連絡ください。リスナー、ふわっちのリスナーのよろずでーすって言って、サーフィンの件でーって言ってもらえれば。うん、お願いします。ぜひやりましょう。僕は今とんでもない敵と戦ってるんで、ちょっと待ってくださいね。一回こいつを外すっていうまさかの事態。絶対豆になるこれ。
あーダメか、マジかよ、マジか、二度手間か、これマジか。これをつけるかこれをつけるかだったらこっちでしょう、どう考えても。マジか、うわあ悔しい、悔しいな。うん、走りはまた別、うん、いや違うんだよ、穴が足りないんだよね、これを。あーマジかよ、こいつをこっち側にかませても意味ないしな。あー悔しいな。いやなんか手はあるはずだ、なんかしらの手を考えなければ。こう組んだらあかん、あかんな、悔しいな。これここにこいつかませる頭いい方法はジャパンカップうわーめっちゃ悔しい、せっかく見つけたんだけどな、せっかく見つけたのに。こういうことなのかな。こいつはこれかな。ここしかねえもんな。雑談やるよ。うん。あんまり人の配信もし気に食わないんだったらブラウザバックするの礼儀だと思いますよ。あの何々配信が好きっていろんな配信者いるんで、好きな配信者見ればいいと思うんで、あんまりやめた方がいいですよ、その何々配信をしてとか。あの結構失礼なことなんでそれ。今やってる配信が苦手だったら去るっていうのがまあ礼儀ですよ。長めのネジでね止めようか今迷って出るんだよね。いやでもね穴が潰れちゃうんだよ、かぶってるところが。フロントドームでモーター交換やりやすい。あー S2 って言うんだ。いや初めて作るんでわかんないですけど、あの MA シャーシ作りたかったですね僕は。どうしよっかな、これもかっこいいんだよな、これかっこいいんだけど、これをこう組んじゃうでしょ。例えばこの後にこいつをかませらんないから、やっぱあれを買うしかないのかな。無理だもんな。これでいけるか、無理なんだよな。なんでこうぴったしカンカンに作ってくんねんだよな。これはいけるんだよな、これは。まいった、これは頭使う。でもどうにかクリアしたいこの問題を。この問題はこいつカーボン買わないダメかな。トーチオブ配信になってきた。
わりわり。こいつのかっこよさが異常なんだよな。入ったね。穴開けてえな。もう穴開けたい。穴が足りない。既製品じゃダメだ。既製品では俺を満足させられない。カーボン、カーボン。もうこいつつけちゃったしな。マジで？アキさん、教えてよ。東京だったら一緒に新橋でレースしません？初心者ですが。ミニオン工事さん。ぜひフォローお願いします。FRP プレートの方がいい。あ、そうなんだ。え、あ、じゃあこれ FRP だ。うん、カーボンない。安い方、100いくらの方。3D プリンターで作り始めたらもうすごいよね。本格、本気かってなるよね。どうしたって。どこを目指してるんだ、あいつはっていう。穴が合わないっていうのが一番辛いかもね。もうただね、もうこれをつけたいだけになってきてる。これを。これをつけたいだけの配信になってきちゃってる。バツバツクとか 3D プリンター、わかんない、何それ。こいつをここにつけちゃうと潰すんだよな。優勝したことあんの、すげえな。先生じゃないですか。師匠、師匠、師匠クラスの。これ合ってる。先生来た。先生、うん、わかった。これは元に戻そう。ちなみにもう、走ったこと一回もないです。かっこいいかかっこ悪いかだけで組んでます。すいません。エグロック無理。マジで？本当に？ただ、キャドを使えないと無理でしょ？キャドを使えないと無理じゃね？あー、いた。キャド使えるの。身近に。ノリコ。ノリコ、キャド使えるんだよな、これが。乗り込まロングラスで呼んじゃう。そうだよね。乗り込キャド使えるんだよね。頭。そう。スペック高いのにメンヘラっていうかわいそうな。そう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 。スペック、ちゃんとスペック高くて、大学も卒業してるんだけど、ニートっていう。いたいた、のりこが。3D キャド難しいや。大人げないマシンでしょ。1万4000円分買ったからね、これ、今日。なかなか大人げないことしてるでしょ。俺的にはなんか中二病のかっこいいマシン作りたいんだけどね。ああ、下手ってきたな。あ、やべえ、穴が潰れてる。これマイナスに変えた方がいいな。マジで？ 2 回行くことあったら教えてくれる？それがね、今日ね、1万いくら買ったんだけど、仕組みを知らなくて、パスポート発行しなかったんすよ。だから、ね、ああ、やべえ、下手った。潰れちゃったよ。そりゃそうだよな、こんだけガシガシやってたら。そりゃへたれるわな。これは捨てよう。タミヤ2回先輩。ちなみにさ、アキさんは俺のこと知らないでタミヤで来たの？この枠に。
タミヤやってるわ、つって。俺の出番だわ、つって。それとも、もともと俺のこと知ってて、和道がタミヤやってるわ、って感じなの。ノリはどっちなの？なになに？和道くんって、ミニ四駆やってんの？みたいなノリなんか、え？和道知ってるよって、前から見てるけど、ミニ四駆って言ったら俺でしょって、どっちのノリ？レシートなくさない。もともと俺を知ってて、ミニ四駆おじさんだったのか、知らないで来て、君誰って感じなのか。それ教えて。ミニ四駆25年やってますってすごいよね。25年っていうワードどれさんからしか聞いたことないもんね。こいつ、これ知ってたんだ。ワドリスナー濃いな。ワドリスナー濃いな。偶然ミニ四駆おじさんだったパティーンか、うん、なるへそ。全長、写真、アース、25ミリか。出た。出た、ルール。出たな、ルール。うん、アクシーのツイッターとかに上げてたら、俺がリツイートできるんだけどね。25ミリね。ちょっと待って、今測ります。行きます。はい。はい。あ、ギ、アウト。ギリギリアウト。あ、ギリギリアウトだ。マジか。こっからここ、ケツからケツまでだよね。嘘でしょ？ギリギリアウトじゃん。あ、ギリギリ、え、いけるいけるいける。アウトだな。アウトじゃん。ギリギリアウトだよ。嘘でしょ？ギリギリアウトじゃん。あ、ギリギリアウトじゃん。え、どうすればいいの？車幅は15。まず、縦がギリギリ 0.23 アウトで、横が105？車幅？ 105。あ、もう完全アウトだわ、これ。0.5 ずつギリギリアウトなマシンじゃん、これ。なんだよ。ギリギリアウトじゃん。両方ともアウトだよ、これ。なんでアウトになるの？あ、切ればいいじゃん。切るわ。切ればいいんだよ。そう。前につければいいんだから、これはクリアでしょ？横幅は？横幅は、切ろう。溶接します、ここ。この後ろの部分バッツリ切れば。うん、あ、ローラーも入れてか。え？ローラー入れたらこのパーツダメじゃない？え？あ、いけるか。0.5。ああ、切るって。いや、横幅は、横幅アウティだな。ああ。まあいいや。これは、いいや。レースに出さないマシン。レースに出すんじゃなくて、鑑賞用のマシンにする。いい？それでも。鑑賞用で一番、まあ、イライラする。そう、こんなにかっこいいマシンなのに。お前、レースに出れねえってさ。お前、こんなにかっこいいのに。こんなにかっこいいのに、レースに出れねえんだって、お前。いいよな。知らねえよな。非公式の大会争う。非
公式のバーとかで荒らしに行こう。あの伝説のマシンになろう。あの闇、なんかこう闇で活躍するやつ、公式じゃないやつで活躍しよう。お前は、うん、闇のマシン、シャーシュボディを締めよう、でも走行ぐらいはできるんでしょ。公式に出れないだけでしょ。ルール厳しいんだな。まあ、いいや、これはいい。走らせることはできるでしょ。タバコ吸おう。今なえたな俺、なえたな。何やってたんだっけ俺。笑えないでしょ。俺が今一生懸命もう5時間作ってるマシン、もう公式でオフィシャルなところでは走れないマシンなんだよこんだけ一生懸命作ったのに公道じゃ走れないマシンだったんだよ。ですよ。コースに入らないわけじゃないよ。幅が広くてコースに入らない。いや、大丈夫じゃないの。あ、入らないかもな。でもさ、違うんだよ。見た目がかっこいいの作りたいんだよね。幅が入らないのか、これ。なるへそ。でもさ、ここにこう挟まってウィーンっつってたら面白いよね。スタートウィーンっつってこの用意スタートウィーンってスタート地点で吠え続けるマシン。音だけはすげえなあいつっつって、もういいや、見た目のマシンにしよう。見た目重視でいこう。あ、そういえば書いてあったな。これにはまるサイズが、これにはまればその企画に通りますみたいなこと書いてあったわ、このボックスに。あ、アウディですねこれにはまると大丈夫みたいなこと書いてあったような気がしたけど、はみ出てますね。どこの幅に合えばいいんだろう。はみ出てるな。ギリギリはみ出てるな。これが多分コースの幅なんだよね、多分。だね、ギリギリケツがはみ出てるんだよね。多分これがコースの幅なんだよ。合ってるでしょ、アキさん。リアがどっちだ？フロント、リア、こっちが邪魔なの。これがかっこいいのに。これで俺2時間迷ったんだよ、これを組むために。やだ、外さない。これはこれいい、見た目マシンにする。もう開き直る、いい。そしたらさ、やっぱさ限定されちゃうじゃん。アウトなパーツ売るんじゃなくてアウトな組み方をしてるんだと思う俺が。ああ気遣ってくれて悪いな、うなちゃんマンコな。悪いね、気付かずちゃって。あ、これウィーンってここでハマるパターンだね、マジか。
じゃあ、このフレームがギリギリの幅ってことか、この黒いプレートの。そういうことでしょ、多分。この黒のプレートの横幅がギリギリってことだよね。だからみんな、あ、でもこれかっこいいんだよな、この感じが。いや、かっこつけますにするわ。いい、もう絶対走れない伝説のマシンにする。いにしえのマシンみたいな感じでブログに書く。規格外すぎて走れなかった和道の伝説のマシンとして。規格外っていうかただのルール違反なんだけど。公にはさらせない伝説のマシンとして語り継がれる。我が家の。ベルセルクでいうドラゴン殺しね。ドラゴン殺し。振り寄ったんか、そいつを。いいのがあるじゃねえか、俺向きのよ。コンクールデレガンス。あ、見た目部門みたいなのかな。そっちで頑張ろうかな。スヘイいらっしゃい。今、熱いミニ四駆投稿してますよ。じゃあもう見た目バリバリのやつ作ろう。公道は走れないらしいから。出た、こいつをこう。もう幅がどんどん広がっていく感じだね。このパーツいいや。これで完成にする？なんかこんな感じで完成でよくない？どう？これでローラーつけちゃっていいっすか？ウルサもいらっしゃい。ウルサもいらっしゃい。これでつけちゃうか。オッケーですか。棒が6本立ってるの。いや、あるある。こことこことここ。要は高さで安定性保とうとしてるんでしょ。コーナリングを。高いポール立てるもんね。ネジを。俺もそれやるよ。じゃあ、いきますか。アルミシャフトストッパー。アルミシャフトストッパーは何に使うんだろう、これ。アルミシャフトストッパー。何に使うんだろう、これ。肉抜き、肉抜きは、タイヤがね、太くしてるから、後ろのタイヤを。だからね、もうぶつかって収まりきらなくなってるから、削らないといけないんだよね、ここ。肉抜きしようと思ってる。アルミシャフトストッパーは何に使うんだろう。もうカッコつけマシンだからな。何の用途か分かんないけど買っちゃったから。とりあえずやりますか。仕上げに入ります。まさかデビュー作が公道で走れないマシンを作ってしまうとは思わなかったよな。いやー、でも久々暑くなったな。
なかなか楽しい配信だ。ばらけそうだな、これ怖えな。油が全然ね。見て新橋の走行動画見ます？あざーす。じゃあキャプりますか。ちょっと待ってね。え？俺の動画に行ったんだけど URL 違くない？これ、俺の動画に飛んでるんだけど。あー、これね、コピーする場所間違えてる。マイビデオスだから、俺のビデオになっちゃう。だから、動画単品の URL じゃないとダメだね。多分、動画の、マイページやっちゃったんだと思う、多分。それじゃあね、俺の見れない。これは何なんだろう、使用感シャフト。これは何なんだ、カスタマーサービスオリジナル。アルミシャフトストッパーって何だろう、シャフトストッパーって何だ。シャフトをストップするんだ。シャフトって何だ。全然わかんねえな。飽きたな。心折れたな俺。動画が見つかりませんでしたになるね。アルミベアリングローラーでしょ。アルミベアリングローラー、エアロスポーツタイプ。
疲れたな。今日ここまでにする？今日は肉抜きやる？今からどうしよう、肉抜こうかな、どうしよう、削るか。ん？コメントどう？見れ、なんかコメント止まったんだけど見れてる？ちょ、これで完成にしようかな。完成つうか、まあ途中までだけど。どうでしょう？見えてる？しょ、ベアリン、うん、どうしようかな。肉抜きやろうかな、うん、どうしよう。いけますね。これアキさんの動画？アキさんの動画なのかな。アキさんのマシン？どうなんだろう。いや、見るんだけど。あ、アキさんのマシン。じゃあ行きますか。じゃあ見まーす。うわ、すげえな。おー、はい、はやっ。はやっ！ええー、はやっ！はやっ！はやっ！うわ、浮いた浮いた浮いた。うわ、すげえすげえすげえ。すげえ、浮く、はやっ、おー、かっこ、うわ、はやっ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 、 F1 より速いんだよ。こんなこと、うわ、飛ぶんだ。すげえ、飛ぶんだね、こんなに。すげえ、こんな速いんだ。やば、すげえな。すげえ。え、これで遅いの？うわ、すげえ、すげえ、飛んだ飛んだ。これで飛ぶんだ。想像より早かったんだけど。すげえな。フリー走行の動画だって。アトミック。すげえ。どうなんだろうね。わかんないけど。
これがそのマシンだ。あー、あれ片方ベアリングつけてない。あー、そっか、右の回転が多いからっていうことでそれやってんのか。あー、すげえな。本当だ。あ、重心下にやっぱ安定させてるんだな。あ、ブレーキの役割か、多分。ジャンプした時に引っかかるようにして飛ばないようにしてんな。他のやつ、アキさんの、新橋ミニオープンチャレンジオープン決勝。あ、これが勝ったやつかな。あ、ベアリングが5個までとかあるんだ。へえ。これがあれでしょ？アキさんが優勝したやつでしょ？スロー、スローで、こうやって楽しむんだね。ぶっちぎりだね、こいつ。あと、結構浮くんだな。飛ぶね、結構。結構みんな、あー、これあれじゃん。これはあの、漫画とかで見る、なんとかでゲスーっていうシーンでしょ。これ。しまったっていう。セッティングを間違えたっていう。違うの？うわ、早っ。早早。ここが、こうパーンって飛んで、みんなコースアウトしちゃうんだ。あ、面白い。うん。あ、ツコーンってぶっ飛んでるもんだよ。こういうコースだと安定性とか、やっぱコースによってセッティング変えないとダメなんだね。あ、でも、あ、さっきこいつ一番だったのにもう抜かれてるわ。あ、面白い。あ、吹っ飛んだ、吹っ飛んだ、吹っ飛んだ。あ、吹っ飛んだ。あれ？隣のコースに入った。隣のコースに入るってあんだ？面白い。あ、そっか。距離が違うのか。そこそこ。インの方が近いもんね。確かに。マスナンパーの重要さ。面白いね。ここまでやると。レーンはどこで切り替わるんだろうね。もう早くてわかんないよね。あー、また、あー、戻るのか。逆走したりすんのかな。すごいね。やっぱガッシャンガッシャンになるね、みんなね。うん、あー、逆走してる、逆走してる。逆走してる、こいつ。うん。そうだね。240コマだね、1秒間に。だ、相当速いよ、これ。1秒間240フレームだからね。FPS は。うん。相当速いよ。あ、これガチ勢じゃん、アキさん。アキさんの動画ガチ勢でしょ、これ完全に。うん。アキさんのラジオが入っちゃう。これは多分キャプれないわ。ありがとうございます。なるほど。で、俺のマシンは入場すらできないと。ここで引っかかると。ギリギリの幅だったもんね。うん。無理だな、これ。うん。うん。まあ、そもそもこれがもうボディかますと、もうブレーキになっちゃうからね。なるへそ。とんでもないです、とんでもないです。
疲れたな、すげえ。雑談やろうかな。車検通らないマシン。車検通らないね、これね。肉抜きとカラーリングはまあね、趣味だ。趣味つうかまあ、好きなようにすればいいしね。ここなんで、この作りがなんで雑なんだろう。ここもちょっとね、よく作ればいいのに。タミヤ。なんでここの作りだけ雑なんだろう。ここしっかりやってほしいところではあるんだけどな。あれ？これってもしかしてさっきのパーツなんじゃないの？やっぱり違うかな。連城太郎さんにミニ四駆対決挑んだんだけどね、うん、忙しいって言う、うん、ごめんね忙しくてっていう大人な返事が返ってきたからあれっつって忙しいんだと思って暇だと思ってたからさびっくりしちゃった、うん、忙しいって言われちゃった怒られちゃった。車検通らないマシンだからな俺のマシンは、うん、ね、つまらないから他行きます。ではでは余計なこと言わなくていいよ、うん、そしてもう二度と来なくていいよ。あ、ビークスパイダー、わかった。よくわかったね、うん。ベアリング組もうかな。どうしようかな。ビークスパイダーかっこいいっすよね。ピンク色に染めてピンクスパイダーにしようぜって言われたさっき。めっちゃ世代なんだ。これはかっこいいよな。トライダガーとかも黒いボディ結構あったよ。なんか売ってた。なんか流線形のこのボディがすげえかっこいいなと思って。うん、これにしたんだけど。スピンアックス、わかる。スピンアックス、わかるわかる。うん。いや、嬉しいっすね、そう言って。どうしようかな、肉抜きやろうかな。肉抜きっつうかこのでかいタイヤにしてるんですよ後ろを。ちょっとじゃあお見せしますね、僕のマシン。今のところなんですけどこんな感じになってまして、ピントが合うかな。はい、後ろをねタイヤを太くしたんですよ。わかる？伝わる？後ろのタイヤ全然違うの。でっかくなってるのわかる？でかいでしょ。で、小さいタイヤ用なんだけど、これが、ブレーキ、ここが浮いちゃうんだよ。だからここを削らないといけないんだよね。フルカウルがいいっていうか、もうこのボディのかっこよさ。ビークスパイダーの。うん。それで選んだ、この、なんとも言えないデザイン。こことかもすげえかっこいいしね。うん。そうそう、セイバー系。うん。だから、ここをでかくしてるから削らないと入らないんだよね。うん。ガリ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 ってなって、もうブレーキがかかってる状態だから。うん。残念なことにね。
よいしょ。こういう状態でございやす。今のところね。カメラもまた難しい。どうしようかな。前後一緒っていうよね。あ、そっか、そういうことがようやく理解できた。そうだよね、前のタイヤと後ろのタイヤが同じやつで組んでるから、後ろがでかいってことは前と動きが変わるんだ。そういうことだ。だからダメだって言われてたんだ。意味がようやく分かった、笑い男。ダメだよダメだよって言われてたんだけど、そうだよね、後ろのタイヤと前のタイヤの動きが違うから、そういうことか。計算式がず、あ、本当だ、ブレーキかかるっぽい。あ、ブレーキかかるわ。だからこれ抜かないといけないんだ、やっぱり。この前をもうデクノボーに変えよう。要はもうこのギアを取っ払ってシャフト抜いて後ろだけにしないと。ようやく意味が分かった。確かにブレーキかかるわ、走らせると。うん。あ、本当だ、おかしい。あ、そういうことだったんだ。やっと意味が分かったわ。回転がずれるんだ。ブレーキかかるわ。本当だ、本当だ。抜かないと。そうだ、そうだ。円周が変わるんだ。で、同じシャイとピンクギアとプロペラシャフトの黄色いギアが舐めちゃう。そうだ、そうだ。ようやく意味が分かった。じゃあ、あれっすね。ケツだけっすね。後輪駆動だね、これは。やっと意味が分かったわ。なるへそ。ここあといかに削るかだよな。でも夜だから、その、あれが使えないんだよね、ピンが。ちょっとここだけ切り取ってみていい？ニッパーで。ニッパーで切り取っていってみようか。ちょっと。怖いけど。いくよ。ニッパーでボディ削るよ。ゆっくり行けばなんとかなりそうな気がする。こえー、新しいのっていうか、これでも結構新しくないっすよ。これでも結構古いっすよ。いや、レッツエンドゴーの時のやつなんで。怖えなぁ、これ。いやぁ、怖い。第二世代ってやつだね。ゆっくり切り取っていきますね。多分ね、これだけじゃダメだと思うんだよな、俺の予想。俺の予想ね、多分これだけじゃダメな気がする。割れるなよ。ニッパーはミニオンクレーサーなら当たり前。いや、電池買ってないから。電池とか買ってねえから、なめんなよ。お前、俺のこと誰だと思ってんの。俺、ワドだよ。ノグザメイジンさんいらっしゃい。いらねえから、電池とか。なめんなよ。これだけ削ったとして、あ、いけるか。あれ、思ってたよりもいけるかもしんない。ちょっと待って。あ、ダメだ。
ダメっすね、やっぱり。ダメだ。あー、行っちゃうかな。ニッパーで行って、ニッパーで行こうかな。ニッパーで行こうかな。行くか。これ割れたらアウトだけど、行くか。攻めるか。攻めていいっすか。攻めるか。ちょ、ニッパーだけでどこまで、もうピンバイスとかめんどくさいから、俺。ニッパーで攻めよう。ニッパーだけでどこまでいけるのか。新しいでしょ？これ絶対パキッといくパターンだよね。これ絶対パキッといくパターンだと思う。慎重に行こう。慎重に行くよ。あ、昔のミニ四駆って後ろだけで走ってたのね。パキッと行くなよ。高いの？1万4000円ぐらい使った今日。ミニ四駆自体は800円とかかな。ニッパー職人攻めてるか。あ、危ない危ない危ない。これあかん、これあかん、これあかん。うん、あの素で普通に売ってる素組みだったら、あの安いよ、そんな高くない。あの800円、1000円未満全部揃う。だパーツが高いね。パーツ買いまくっちゃったから。いや、攻めてるな、アホだな、俺。攻めるか。あー、怖いな。あー、怖い怖い怖い。ちょ、あー、失敗したかも。穴を開けていってパチパチ切っていくっていうのが正解だね。穴開けるのめんどくせえっていうルーター持ってんだけど、あのうるさいからやだっていう。夜中だから今ニッパーだけでこうボディを削るっていうすごい。プニスキーいらっしゃい。まだ見てた、ずっと。うん、よし、削ったぜ。だいぶ削りました、ここ。これで多分無理なんだよ。あ、無理ですね。バッチリタイヤに当たってますねバッチリタイヤに当たってる。うん、ほらこんだけ削ったのに、ほら。だから、お、あー、ここを思いっきりいかないとね。ここ全面的になくそう。攻めるぞ、頼むぞ。バキッと行くなよ、バキッと行くなよ、マジで。行くぞ行くぞ、いい行くぞ行くぞ。俺男見せるよ。行くよ、攻めるぞ。ニッパー職人の底力を見せてやる。めんどくさいから、これはニッパーの力技で、ニッパーの力技でいこう。ニッパーさえあれば、なんとかなるっていうところを見せていかないとね、やっぱ、ね、小学生とかに。ニッパーすげーっていう。よし。よし、今のところいいよ。頑張ります。ありがとう。ニッパーの力をね、タミヤ製のニッパーはこんなことできるからっていうのを見せていかないと。ここで攻めの一手をね、ふっ、あ、ひび入った。危ねえ、ひび入った。危ねえな、これ割れんなよ。よし、いい感じ、いい感じでございます。いい感じでございます。
よし。いいいいいい。いけるいける。いける。今日調子いいよ。今日調子いいよ。タミヤ無双。ニッパー、いや、3000円ぐらいじゃなかったかな。よし、行った。行くよ。もう行ったから。こっちが成功しました。肉抜き成功です。よいしょ。あ、危ねえな、怖えな。よっしゃ、行け。よし。行った行った行った。こっちが成功だね。こっちが成功。ただ、グラグラだな。グラグラだわ。急にボディの安定感がなくなった。さっきまで強固な作りだったのに、急にグラグラになった。すげえ不安、俺。これ大丈夫かって。コーナーに当たった瞬間バラバラになる気しかしないんだけど。これ大丈夫か、マジで。この安定感のなさ。ここの骨一本で繋がってるから、今。クラッシュしたらアウトだな、これ多分。多分ね。終わるな。そこをうまくね、うまいこと、これくらいにしとくか、これくらいにしとこうか。今日はこの辺で。はい、メッシュはいらない。あの後輪のリアのタイヤの口径が違うからやってるだけで、あの肉抜きをしてるわけじゃなくて、なんつうの、タイヤがでかすぎてやってる感じだから、メッシュ買ってないっすね。あんまりその骨抜きしたくない、あんまり好きじゃない、いやでもこれなか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 うまく切れたな。ニッパーだけでここまでやるの結構ね、うまいんじゃない、いい感じだと思うけど。ここで攻め、危ない、危ねえ、危ねえ、マジで危ねえ、危ねえ、亀裂入ってる、危ねえな、危ねえな、攻めすぎだな俺、攻めるねー、作業こなれてきたからコツが分かってきたね。よし、いい感じですよ。サランラップで代用、ある程度まで行ったら、ヤスリがけでガーッと綺麗に舐めすんで。ああ、これ危ない。ここら辺かな。あぶ、あぶあぶ。行ったな、これ。かわいいの、くまモンとか。コースで走らせるの、それがね、あの、リスナーさんに、あの、ミニ四駆歴25年の人がいて、ワド、それ公道で走れないよって。コースの幅よりもでかいよって言われて、あの、僕の車車検が通らないって今言われてますね。車検が通らないマシンを今作ってるって言われてます。5時間かけて。それが、ナウですね。今の僕のリアルですよ。うん、そう。もう、あの、見た目のコンテストに行こう。あぶー!行っちゃったか?あ、これ。これ。折れた。あ、技術力でカバーします。はい、行きましたね。うん、鑑賞用ミニ四駆とか走ってますね。僕のマシンは。ニッパーすげえな。
ニッパーだけでここまでいけると思わなかった。あぶね。よし、これで僕の予想、はい、肉抜きが終わり、肉抜きというかもうバッツリボディ変わりましたけど、オッケーですか。ここまでいけました。もうここまでこれも取っちゃおうかなっていう気になってきたけどね。はめてみます。いきます。いきます。いくよ。あ、行きました。バッチリです。バッチリ。タイヤが回ります。はい、こっち側も OK ですね。あとは、ヤスリ掛けすれば、はい、タイヤ回るようになったんで、いいね。あとでヤスリで綺麗にし、あ、これ、入らねえのかよ。これ引っかかってる。ああ。危ねえな、もう。はい。バッチリですね。走ります。はい。いいね。いいですね。ちょ、いいね。でも、デザインもかっこいいね。うん。あとで、ヤスリ本当にちゃんとかければ、結構いいマシンに仕上がりそうな感覚ですけど、僕的に。あれ？ああ、なるほど。ここはあれなのか。うん。うん、いいね。ちゃんとできてるね。ここの部分も。計算通りうまく抜けて。うん。いいと思います。あー、よく出てきたなー。いや、いいんだけど、なんか、ここダサいから、ここだけこうなってんのダサいから、ここ全部取りたくなってきたけど、どう思う？あー、よく出てきたけど、どう思う？これ、タイヤ全部見せた方がかっこよくない？後ろ。どう思う？シールは貼らないっすね。色、筆で色塗るんで。なんか、後ろタイヤ剥き出しの方がかっこよくない？前フルカウルなのに後ろ裸の方が良くない？ワドステッカー貼る。うん。ワドステッカーは貼るよ。どう思うみんな。これさ、これさ、今こうなってるじゃん。これさ、タイヤ剥きだ、ここ削っちゃって、攻めの攻めなんだけど、タイヤ剥き出しの方がかっこよくない？ここ。どう思う？あ、どうなんだろうな。俺、これいらない気がしてきた。ここ。風の抵抗？なんかよく言うじゃん。ダウンフォースとかさ。あれ嘘でしょ？あれ絶対嘘でしょ？だってさ、俺思うんだけど、ダウンフォースがどうのこうのとか言うじゃん。これでも走るんだよ、だって。あるの？本当にダウンフォースって。これでも走るでしょ？ねえ。違う、あるの？本当に。カウルのダウンフォースって。どうなの？あるの？存在するの？都市伝説っていうか嘘だと思ってるけど、あれ。そのまま嘘？え、これはさ、前がフルカウルなのに後ろがさ、タイヤ剥き出しの方が、横から見るとわかるんだよ。ここダサくない？ここ。ここ。いらなくない？なんか。え、どうなんだろう。ここいらない気がすんだよな。こう縦にスパッとこうフォルムが抜けたらかっこいいような気がすんだよな。ちょびっとだけある。あるんだ、ダウンフォースって。え、どうなんだろう。ちょっと待って。あ、あった方がいいな。あった方が良かったです、今。うん。あった方が全然いいですね。これ、あ、残します、ここ。全然あった方がいいっす、ここは。ここ取るやつ、アホっすよ。マジで。あ、でもまあ、まあいいね。タイヤ赤にしてえな、タイヤ。これタイヤ赤でしょ、絶対。あ、でもなんかマイマシンって感じがしてきたな。うん。
マイマシン、いいね。うん。気代わりが早い。いいね。ちょっと下上がりで飛行する。パーンって飛んでくんだろうね。こう、ピューって。うん。でも、これ、前、後ろのタイヤが、あ、そっか。あー、飛ぶな、多分。後ろのタイヤがでかいんだもんな。パッカーン上に飛んでくんだろうな。バカーン行くんだろうね。後ろどうなってる？後ろ？あー、こういう感じかな。うん。こういう感じ。なんて言えばいいんだろう。完成、まあまあ完成なんだけど、公道を走れないっていうことが発覚して、今ショックを受けてる感じなんだけど。これ内向きに変えたら多分いけるんだよね。この羽を内向きに変えたらいけるよね、多分。それか、この後ろのアルミの部分削って切っちゃう。ここを削って切っちゃえば多分いけるんだよな。多分。多分ね。ここの部分をギーって削っちゃえばいけそうな気がする。長さ的にも高さ的にも。ちょっと浮かせて。ね。まあまあまあ結構気に入ってますね。寝てた？ベンドさん。まあ、疲れてるじゃないの、今日。うん。軽いな。多分前が軽いような気がする。それそうだよな。後ろにあのあれが入ってるんで、モーターが。前が軽い。すごい、うん、前が軽すぎる気がする、うん、まあでもなかなかいい出来だな。うん、本当に結構気に入ってるかもしれない。あれ？あったあった。あとはカラーリングとかね、すれば。ああ、まあかっこいいっすよね。どうよ。あ、なんかもうデコレーションしてライトとか光るようにしたいな。この前のところに電球つけて、穴開けて。ピカッ光るようにしたいね。電池入れたらまた変わる。あ、走りを追求したくなるってこと？ノーマルモーターっすよ。全然。あ、壁走りとかやってたよね。壁走ってたりしてたわ。うん。確かに思い出した。めっちゃ壁走ってたわ。やするか。今、発光ダイオード売ってない。え？発光ダイオードって何？どういうこと？どうしようかな。あー、地味な作業。あー、すげえ地味。たまんねえ。あー、すげえ地味だな、これ。
あえてまた黒く塗装したいね、これね。剥げた部分隠すの。ミニ四駆のパーツライト。あ、そんなあんだ。絶対充電レンジだ。みんな言うよね。うん。電池とモーターが全てみたいなとこあるもんね。塗装もしてえな。塗装してえ。いやー楽しいっすよ。めちゃめちゃ楽しかったよ今日。グラグラだな。このキーボードね、リスナーさんからプレゼントしてもらった。いいでしょ？エヴァンゲリオンカラキーボード暴走はしないっすね。キーボード暴走とかも使い物によんだよ。勝ったなっつって、ああっつって。パターン青円高です。てってててってててん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 。フォローありがとう。勝手に損切りを始めているっつって。てん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 。FX 配信者とかね、びっくりする。パソコンは制御できませんっつって。
なんでエンターキーが効かないんだよ、父さん。なんでだよ。エンターが押せないと何にもできないじゃないか。どうしてだよ。今押さないと何にもなんないんだよ。ねえ、お願いだから押してよ。お願いだから押してよ。特訓。今利益を確定させないと負けるんだよ。カタン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 。どうして和道くんは生主を始めようと思ったの？いいじゃないか！生主始めて何が悪いんだよ！認められたかったのね。うるさいよ！なんでだよ！カタン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 。そうやって嫌なことから何が悪いんだよ。生主始めて何が悪いんだよ。なんだこの枠。花火はいいね。そう感じないか、和道くん。アイラくん？なんかアイラ渚薫っぽいかなと思って。百均のヤスリは良かったな。だな。これ寝れないっていうか、もう永遠に終わらない作業だわ。これ無限ループ入るわ。これしまうか。片付けよう。工具入れ、ヤスリ、ヤスリに、ドライバー、ニッパー、ニッパー、ドライバー、ニッパーでしょ。雑談やろ。お金稼ごう。お仕事しよう。
大手まだやってるかな。じゃあマシンを格納しようかな。マシン格納します。お、入るかな。あ、いいじゃないか。よくないこれ。かっこいい。あ、入るかな。入るか。大丈夫かな。このケースかっこよすぎる。あ、入った。あ、入った。これかっこよくない。ガシャって開けたらこうシャッ。すげえな、これ。これいいな。これやばいでしょ。カシャーンって。初号機。俺の初号機。まだ完成してないけど。次、MA シャーシ行こうかな。次。ちょ、2、3台ストックしたいもんな。やっぱり。2、3台行きたい気分だよね。パーツは下に行くか。うん。うん。新橋行くことがあったら教えてあげるね。いや、新橋行くと思うよ。パーツは新橋で買うから、逆に何日に行くから一緒に行かないみたいな感じで。なんか待ち合わせしてさ、なんかこうやろうよ。もうパーツが何に使うパーツなんか全然わかんなかったから、俺。うん。これ持ってこれ持ってお出かけするんだ、俺こうやって。これ持って、うん、店員さんに見せるんだ、これ。あ、下に入れようかな、どうしようか。下に入れようこれ。いいなぁ。これはいいね、これはね。これいいね。走れるのも作らないとね。そうそう。これ公用車じゃないから。でも、これを、ん?これを反対向きにする。っていうかね、これを取ればね、多分いけるんだよね。うん。多分。まだこれ完成じゃないから、俺の中で全然。もっと、ポール高いのつけるから。うん。あ、いいなぁ、なんかなぁ。うん。マイマシンって感じだよね。いいね。いや、楽しかったなぁ。久々楽しかったわ。なんか、趣味って感じだよね。よいしょ。ザ、趣味配信。タミヤ、どこ置くか。タミヤ入るかな。タミヤ入るかな。いけるか。あ、行った。ちょうどぴったしカンカンだ。あ、いいじゃん。タミヤ。ほら。これ、ぴったしカンカン、これ。やばいね。うん、やばくないこのぴったしカンカン。行こうかっつって、こうやって。わーっつって。いいね、うん。リスナーにすぐ自慢できるからね。あ、俺のマシーンっつって、ここにあるけど、つって。さっと。マイマシーン。マイマシンをすぐこうやって、あーっつって、俺のこれだけど、俺のは、あーっつって、こう格納して、ずっとね、こうやってしまうと。いいね。ずっとね。ああ、いい配信だ、これは。よし、じゃあ、おじさんお金稼がないといい。ラジコンもいいね。いろいろ作りたいね、うん。よし。じゃあ、ありがとうございました。皆さん。一旦枠を閉じて雑談枠に切り替えます。見てくれた方ありがとうございました。お疲れ様でーす。お疲れっすー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんねん、もう。